EF59 型電気機関車は、山陽本線瀬野と八本松の勾配区間の補給として、EF53 型および EF56 型を改造して1963年に誕生しました。まず、高崎第二機関区と東京機関区に所属していた EF53 の1から19号機が EF59 の1から19号機として改造され、瀬野機関区に配置されました。その後、不足気味であった EF59 を増強するため、高崎第二機関区と宇都宮機関区の EF56 が改造を受け、EF59 の20から24号機として瀬野機関区に配属されました。この結果、同じ EF59 でも異なった外観となっています。また、瀬野8は上り方向への片勾配であるため、候補機の務めを終えた EF59 型は、下り列車に連結されず、回送列車で瀬野に戻っていました。しかし、列車密度の高い山陽本線ゆえに、短期で回送されることはなく、最低でも10連、最高で60連を蘇生して回送を行っていました。私は最大40連を見ることができましたが、なんといっても大型のパンタグラフが8つも立っているのはとても迫力がありました。そんな二度と見ることのできない瀬野8を走行する EF59 の雄姿を紹介します。写真は82年から84年にかけて何度か訪れた際に撮影しました。